高田高校の日野子です。僕が作ったゲームはちょっとまだタイトルがないんですけど、自分で考えてゲームを作りました。作品の概要です。ルールを見てもらわないと多分どんなゲームか分かんないと思うんですけど、簡単に説明すると、2人向けのゲームで、プレイヤーが1から5までの数字を出し合って大きい数字を出した方が勝つというゲームです。なぜこのゲームを作ろうとかと思ったかというと、なでしこで作れるゲームを考えていたときに突発的に思いついたので、これを作ることにしました。それではルールをちゃんと説明したいと思います。序盤はさっき言ったのと同じなんですけど、手持ちの数字がなくなるまで続けて、最終的な勝利数の多いプレイヤーが、勝ちとなります。こんな感じで、強い順が決まってるんですが、一番弱い1は一番強い5に勝つことができます。各プレイヤーは一度だけ選択した数を、プラス1する権利を持っています。権利を行使した5は普通の1に勝てるのですが、1と5で同時に権利を行使した場合1の方が勝ちます。すいません、実際にやってみると、このゲーム実は完成してないんですけど、ちょっと4ターン目までしかいかないんですが、最初にプレイヤーの名前を打つことができます。何でも適当にいいんで、これで、例えば3を選んで行使しない、でこっちで4を選んだ場合は、後の方が勝ちます。こういうふうに勝った時はその勝った人のデータと、下のやつはちょっと制作段階で分かりやすくしたものなので気にしないでください。でこの状態で、一度使った数字は使えなくなります。これで、するとやはり後の方が勝ちます。1と5でやってみると、権利を行使した1と権利を行使した5だと権利を行使した1の方が勝ちます。でここまででゲームが終わってしまっているので、完成させたいと思います。工夫した点、苦労した点は、工夫した点は最初にプレイヤー名を入力できるようにしたことです。あと出した数字にプラス1する権利を設けて戦術に幅を持たせることができました。苦労した点たくさんあるんですけど、一度出した数字をそれ以降使えないようにするのにすごい苦労しました。あと変数と条件分岐を多用することでなんとか実現できたのですが、パターンが多すぎて、最終的に完成させることができなかったので、残念だなと思います。あと勝敗判定の設定に苦労しました。1が5に勝つっていうのが結構難しかったです。途中スペースを余分に設けていたせいで正常に動作せず1時間ほど無駄にしてしまったので、そこを次プログラミングするときは気をつけたいなと思います。感想です。箇条書きじゃないのですが、読みます。初めてプログラミングを学んでその面白さを知るとともに、ゲームクリエイターたちの偉大さを学ぶことができました。これからの社会でプログラミングはとても重要になってくると思うんですで、思うので、今回はとても貴重な体験ができたと思います。しかし社会では、多分英語の方がスタンダードだと思うので、次プログラミングに挑戦するときは英語でやってみたいと思います。ありがとうございました。